24歳女です。ネグレクトされて育ちました。この年齢になっても精神面で未熟だな、だなと思う部分があり、いまいち大人になりきれない感じがしています。特に人間関係が不安で、主流や精神科の受信って意味あると思いますか えっと、意味がある人もいるので、とりあえず行ってみれるいいんじゃないですかね。あの、意味が全くない人もいるので、行ってもしょうがなかったってパターンもあるんですけど、あの、行ってよかったって人もいるので、どっちのタイプなのかっていうのと、あとその、お医者さんの相性っていうのもあって、この人に会わなかったけど、実は2回目の先生はすごい良かったみたいなのがあるので、何人か会ってみるといいんじゃないかなと思います。あと、あの、大人になりきれてないという話ですが、大人になるって何ですか <laughs> あの、40過ぎた人が言うセリフではないですけど、僕もあんちょ生えてはいるんですけど、別になんか子供の頃から比べて、なんか大人ってこうだよねって。 っていうのをその小学生の時に思っていた大人像とは僕今やってることが明らかに違うんですよね。好き勝手をするしその人との約束も守らないしで言いたい放題言って人に迷惑をかけるみたいなことをいつもやってるのでなんかその大人になることが果たして正しいのかっていうのであればきっと正しいのだと思うんですけどでも本人にとってお金になることが幸せなのかっていうと別に僕は大人になることが幸せではないんじゃないかなと思うんじゃない なんか、すごく真面目で、卒のない人が、結構ストレスを貯めて、何か突然やらかしちゃったりするじゃないですか。そういうのを見ると、真面目に生きることというのが、幸せとは違うんだろうなぁと思うんですよね。あの、真面目な人って、使いやすいし便利なんで、経営者の視点でスタッフとして使うんだったら、すげえ便利なのでいいんですけど、ただ、その人がそれで幸せなのかっていうのと、その経営者に使われやすい性格なのかっていうのは、全然別の問題だと思うんですよね。え、先日、先進課に行ったんですが、問診をしたところ、うつ病と診断されてしまいました。死にたいという気持ちはありますが、 睡眠もしっかりとることができ残業時間も50時間,50時間前後と控えめで笑うこともできるのであまり鬱の症状に当てはまってないのではないかと思ってしまいますゆるゆきさんは精神科医が患者をどこを見て病気を判断していると思いますか えっと、まあ、あの、見てないので分かんないんですけど、あの、精神科医の方って、一応あの、医療免許を持っていて、あの、様々な方を見た上で判断してるんですよ。で、病気であることを認めない人であったとしても、あ、この人病気だよねって判断はあるんですよね。で、あの、もしその先生が信用できないのであれば、あの、他のクリニックとかに行って、別の病院のそのお医者さんの診断も受けてみるといいんじゃないかなと思います。はい。